お疲れ様です。お疲れ様です。ACL 第3節ですね。そうですね、ホームテグ戦で、ホーム結構今日寒くて人も少なかったりするんですけど、ですけど負けるわけにはいかないんで、もし今日集まったメンバーでもうすぐ選手も入場してくるんで、熱い気持ちで応援していきたいですね。いじんな、いじんな。サンフレッチェ最近調子いいし、ここで止めるわけにもいかないし、勝つしかないと思うんで、繰り返しなんですけど、みんなで勝ちたいです。そうですね、はい。一言、頑張って太鼓叩きます。勝ち先になりましょう、はい、勝ちましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。勝ち切る、ホームで勝ち切る、ちゃんと無失点でね。そして ACL2 勝1敗で、あの高い城の決定じゃない、高い城の決定によったら首位浮上ということで、なんでもらったん。あ、はい、高い城の結果によったら首位浮上ですよ。まあでも分かんないけど、まだ希望がまたつながったということで、ね、上のステージに行き中か、あとまだ半分あるんで頑張りましょうか。全然試合があるからね。そうですね、そうだね。アウェーとホームとアウェーか、アウェー2試合、ホーム1試合。マックのポテト、ホームの2戦を2勝で乗り切ったっていうのはびっくり、でかいっすね。でかいっすね。やっぱホームじゃ負けないって大事だと思うんで。で、週末には神戸、大金持ちの大金持ちさん、神戸くんとゲームが待ってます。満席、満席ですよね。満席っていうか完売か。そう、広島分のところは完売なんで。そう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 、ビジャー出ないの。ビジャー出ない。そうね、ビジャー出ないらしいね。チケット値下がる、する値下がるらしい。でかいっすね。楽天ポイントで還元します。ちょっとゲロ問題じゃん。全然島なんだよ。じゃあまだこの ACL に限って言えば、次はテグ、アウェーテグで。そうですね。でまだあと半分の3試合があるんで、まずこの予選をしっかり突破することがまずみんなの目標だと思うんで、はい、それを突破できるように。あとサンフレッチェもめちゃくちゃ調子いいんで、これを途切らせないように。今日カミカミやな。今日難しい、今日カミカミやな。日本語難しいってあるじゃん。そう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 、韓国やしな。なんていうことや。カムニーだ、はい、切り直してよし、ではサンフレッチェの調子も途切れさせないように、まず次の神戸戦絶対勝ちましょうね。そうですね。今日みたいに無失点でいけたらね、理想ですけど、僕頑張ってほしいですね。ヤングサンフレッチェすげえおもろいんでね。
長くなるんでやめましょうか。そうですね。では今日みたいに次も勝ちましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。